ロシアの伝統文化に親しむことができます。稚内市では今月15日からロシアの民族舞踊や民謡の演奏などを楽しめる催しが開かれています。わずか40キロほどの距離にある稚内とサハリンは交流が活発で、このイベントも今年で9回目の開催となり、連日にぎわいを見せています。イベントは入場無料で来月15日まで開かれています。